皆さんこんにちは。エイベックスアーティストアカデミー名古屋校ボーカル講師のサムアサです。今から2-3&3-2複合リズムトレーニングレベル2キッズ向けの、レッスンをやりたいと思います。1のパターンと2のパターンと2つ書きました。1のパターン、これ16分音符が4拍分並んでます。1のパターンは、3拍目と4拍目に、1拍半フレーズが来るパターンの 2-3。 2つ目は1拍目と2拍目のところに、1拍半のフレーズが来る 2-3の、リズムが書いてあります。これを、ビートに合わせてクラップしましょう。ですね、これのビートに合わせてまず一番最初からいきます。例えばこれでいったら、タタ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 の16音符の中での叩くやつです。もっとゆっくりの方がいい。これぐらいでいきましょう。1個目ですね。これやったら、タタ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 の中で叩くところは、なります。はい、2つ目の方、最初に3つが入ってくるので、一番最初のをもう一回やると、2番目のやります。感じです。これができたら、ダウン、膝のダウンをやりながらとかできるといいですね。例えば1番の方をダウン付きでやると、じゃあ2番をダウン付きでやると、もう一回いきます。
膝のダウン、膝のダウンやったりアップやったりサイドステップをしながらやったりっていうのを試してみてください。ありがとうございました。